藤間です。今日も仮想通貨ニュースとビットコイン、イーサリアム、リップル、同時コインのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨について毎日配信してますので、チャンネル登録、そして動画のグッドボタンよろしくお願いします。はい、あとメンバーの皆さんには今週もね、トレード中の仮想通貨についてまた速報みたいの出そうかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、久しぶりのチャート分析とニュース配信になりますが、今ね、FOMC がね、あと4日ということで迫っていますので、3日の3時ですね。日本時間で言うとね、FOMC がだからあと3日あるのか。ということで、今、様子見ムードがまた、漂っております。ただ、アメリカの株式市場は先週の金曜日上げたままで終わっておりまして、ナスダックで言うと下落トレンドを上に抜けてきた感じで、今上昇トレンド中なので、一旦12,000ドル付近ぐらいまで上げる可能性があるのかなと思うんですけど、まあ FOMC の直前いつもちょっと様子見ムードなので、しばらくちょっと値動きあんまりなくて、また FOMC の結果出てから、そのままね 0.75% の利上げにとどまった場合は上げてくるんじゃないかなと思います。で、この FRB による利上げの最終的な着地地点が、年利が 4.75% から 5% なんじゃないかと言われています。で、そこに達してしまうのが2023年の第一四半期ぐらいになります。だから来年の1月、2月、3月、そのあたりぐらいまで利上げが続いて、そこからは、一旦止まる可能性があります。で、止まったら、株式市場と仮想通貨がまた盛り上がってくる可能性がありますので、11、12、1、2、3、マックスでも5ヶ月ぐらいは、ちょっと利上げと、リスクオフのムードになるかもしれないんですけど、来年の春ぐらいからはね、仮想通貨も株もまた反発しやすいのかなというふうに思います。BNP パリバによると、最終的な着地点として 5.25% ぐらいなんじゃないかと思ってます。で、その上で景気後退に陥るというふうに指摘しています。ということです。はい。で、仮想通貨は、週末はあんまり大きな動きはなかったんですけど、イーロン・マスク関連のツイッター買収のね、件で、同時コインが1週間で2倍ぐらいになったりして跳ねてたんですけど、直近はそれもちょっと落ち着いてるのかなと。この後チャート分析します。あと、柴犬もね、連れ上げで上がってたんですけど、多分もう結構、落ちてくるんじゃないかなと思います。で、気になるドルインデックスが、上昇チャンネルに戻ってきた可能性があるということで、FOMC 前に悪い兆候として、警戒感を示しております。このまままたドルが上がり続ける可能性も言ってます。で、ドル円で言うと、一旦下がってたんだけど、また全戻しして152円ぐらいまでいっちゃう可能性もあると思うんですよね。で、さらに高値更新するみたいな。だから、ドル円についても160円、170円とか想定しておかなきゃいけないのかなと、僕は思ってます。で、オンチェーンデータの分析によると、プラン B というストックフローモデルの有名な人が言うには、相場の過熱感を示す RSI の月足が過去最低水準まで来ておりますということで、今までね、この RSI がかなり下の方で青っぽくなっている時は、だいたいいつもね、大底だったんですね。だから、ビットコインについてはそろそろ大底なんじゃないかと。もう18,000ドル割ってこないんじゃないかという意見もあります。あとは、すべてのビットコイン保有者の利益率が歴史最低水準の 50% から 60% 台まで落ち込んでますと。だから、含み益を抱えている人が半分ぐらいしかいない状況っていうのは、ビットコインで言うとほぼ最低ラインなんですね。だから、逆に言うと今買い場なんじゃないかというふうに言っております。グラスノードによると、トレンドスコアの観点から2022年以降の、幸福相場ね、みんなボロ負けしてる相場、冬の相場から大規模なエンティティによる買い集めが発生しているということで、2018年の大底圏と今の類似性を指摘しています。で、主要なエンティティっていうのは交換業者がまず一つね、取引所。で、もう2つ目が大手のマイニング業者。で、3つ目がクジラって言われる大口投資家ですね。で、この人たちが今買い集めのフェーズになっているということを言っております。アキュムレーショントレンドスコアっていうね、グラフがあるんですけど、まあ、それによると、まあ、一旦まあ、下がって、買い集め期間にまあ移っている可能性を指摘していて、このトレンドスコアが、ちょっとこれ見にくいんだけど、1.0 ぐらいにあるんですね、今ね。で、0に近いと、大口が売り抜けているってことで、下がりすぎても、かなり悲観的な相場になりやすいんだけど、1ぐらいだと買い集めしているって可能性が高くて、今それぐらいにあるので、まあそろそろね、上がってくるんじゃないかということを言っております。2023年は上がってこれるんじゃないかなというふうに言っております。まあ、結構みんな予想してる、スケジュールだとは思いますけどね。はい。じゃあ次のニュース。アメリカのブロックチェーン協会というところが、リップルの SEC 裁判について、リップル社を擁護するようなコメントを出しておりますと。ブロックチェーン協会が、SEC に対して法廷助言書っていうのを提出したらしいんですよ。で、これで SEC の主張内容に異議を唱えて、リップル社を擁護するような内容になっていると。SEC が証券取引法を極端に広く解釈して、このことは業界内外ね、まあ仮想通貨業界内外に懐疑的な影響を与えるだろうと。SEC はトークンを売却する前に最初の購入者がどのような権利を保持していたか、二次的に購入したユーザーがなぜそのトークンを購入したか、トークンがどのように使用されたかなどに関わらず、トークンが証券であり続けると、まあ、考えているようだと。ということで、まあ、SEC を非難するようなことを言っていたと。まあ、これはリップル社にとってはね、もちろんプラスの、社会的な、まあ、動きになります。はい。で、次が、まあ、ほっこりするニュースなんですけど、サンドボックス、ね、メタバースゲームとして有名なサンドボックスの中で、ファッションブランドのグッチのワールドが期間限定で登場しましたということで、これね、僕ね、グッチのアカウントフォローしてて、まあ、僕結構グッチの服着てるじゃないですか。グッチのアカウントフォローしてて、それで気づいたんです、僕もね。このボルトっていうのかな、ボルトっていうグッチのワールドが登場すると。で、10月の27日にローンチして、11月9日まで、2週間ぐらい限定で、この世界がローンチされるということですね。でその中では、抽選に当たると、サンドボックスの仮想通貨サンドが当たったりとか、限定デジタルグッズを入手することができるということで、まあ、サンドボックスの中でグッズ好きな人がちょっと盛り上がってるかなという感じですね。相場にはあんまり影響ないかなと思いますけどね。はい。じゃあ今日もニュース行きたいと思います。ニュースじゃない、チャート分析行きたいと思います。ビットコイン、イーサリアム、リップル、同時の順番できますが、まずビットコインね、週末はあんまり大きな値動きはありませんでしたが、$25,000ぐらいを推移しています。で、100日移動平均線を、実体線レベルでは超えそうで超えられてないんですね。だから、まあ、FOMC が 0.75% の利上げでとどまった場合は、まあ、安堵感に包まれて、ここをブレイクしてくるような動きになりやすいと思いますが、11月1日、2日ぐらいは様子見で、まあ、この$20,000から$19,000の間でもじもじするんじゃないかなと思ってます。ただ、下落トレンドは上に抜けてますので、やっぱり FOMC が予定通りの利上げで終わった場合は上に向きやすいかなと。で、長期的にはね、来年の春ぐらいまでには$30,000ぐらいまでは回復するんじゃないかなと思ってるので、まあ、さっきのオンチェーンデータの通り、まあ、結構、まあ、ビットコインについては、まあもう大底になったんじゃないかなと思って、まあ現物買ってもいいんじゃないかなとは僕は思ってます。はい。じゃあ次がイーサリアムなんですけど、イーサリアムは$1,583推移してます。2日前に$1,663までいってますね。で、イーサについては、これ4時間足で示しても、まあ、高値更新していっているので、まあ、はっきりと上昇トレンドだと言っていいと思うんですよね。まあ、下にも移動平均線タッチして、それをサポートにしてまた上がってくるような動きしやすいと思うし、まあ、イーサリアムついても、まあ、おしめでロングしたり、現物買っていったりしていいかなと。で、来年の春ぐらいまでには2400ドルぐらいまでは戻しやすいのかなというふうに思ってます。はい、じゃあ次、リップル。リップルはなんかちょっと乱高下したりしたんだけど、あんまりね、最近パフォーマンスが良くないですね、リップルはね。0.45 ドルぐらいでとどまっているような状態。ただ、一応移動平均線に支えられていて、まあ、今日ちょっとストンと落としたんだけど、しっかり買い戻しは入っているので、まあ、この、50MA かな。50MA を割らない限りは、やっぱりまた上に行きやすいかなと。で、スウェルまで残り、2週間ちょいぐらいになってきたので、まあ、今からの2週間ぐらいは、直近高値の 0.55 ドル付近まで上げやすいかなと思います。じゃあ次、同時コインですね。で、同時コインは、イーロン・マスクのツイッター買収の件で、まあ、スパーンと跳ね上げているんですけど、今 0.110 ですね。2日前に 0.15 ドルまで行ってるので、まあ、すでにね、2、30% ぐらい落としてます。で、冷やしレベルでは長い上髭が出ていて、安値を更新して、高値を切り下げているような状態ですので、まあ、ここでもう天井一旦迎えて、今からダラダラ落ちてくるんじゃないかなと思います。で、目先は、4時間足とかの移動平均線の、まあ、0.08 ぐらいまで落としやすいので、まあ、ショートしちゃってもいいんじゃないかなと。まあ、直近のレジスタンスラインとかうまく引きながら、おしめでショート入っていってもいいんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じで、チャート分析やってみました。今日の動画が役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。それでは最後に藤間じゃんけんタイム。藤間じゃんけん、じゃんけんぽん。またね。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードが付いたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。またフジバナの YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。